はい、皆さんこんにちは。佐々木敦史でございます。今ね、3月7日月曜日のですね、もうすぐ7時になるところなんですけども、あれですね、ドルボンが今日はですね、着々とこう駆け上がって、今ね 1229.59 ってね、1299.94 ぐらいまで今日行ってるんです。まあね、今日の、ね、安値か、安値は、ね、1229.92 ですね。でもしかしたら見てる間に1230というラインに到達する可能性がありますね。まあちょっと今もう7時前ですからですね、抵抗勢力はこの時間あんまりちょっと弱まるんですよ。だいたいこういつもこの5時頃からビューンとこのですね、1229.59 ですね、取引が行われています。抵抗勢力が弱まっている、まあ多分ね、もうちょっと帰って出ようみたいに、飲みに行こうかみたいになってるじゃないですかね。で、この時間から夜にかけて、夕方、夜にかけて、もう夜ですけど、あれですね、弱まっていくと。で、夜中に一旦終わってですね、明日の朝またビヨーンと最初に上がるというか下がったりするわけですね。どうやらですね、このウクライナ事変というものはですね、韓国経済にとってはかなりダメージになるんではないかという観測ではないでしょうかね、市場の。なんで、ここウクライナ始まってからのですね、ウォンの下がり方というのはですね、それ以前とはかなり違いますね。だからウォンを守る立場からするとですね、もう余計なことしてくれやがってってみたいになるんでしょうね。弱いなという感じがかなり目立ってきてますね。今1229.6 というところに来てますけど、こう激しくこうせめぎ合っているのか、ピヨン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 って動いたりするんですよ。今 1229.84 ですね。これが大きな流れになっていくとですね、このどうなるかと言いますと、今でも逃げ始めているですね、あの国のですね、韓国からですね、外資というか外国の資本がどんどこ、これはやばいでって逃げようって、逃げていくわけでして、韓国 GM なんていうのは、もうその会社を畳んで撤退しようかぐらいの感じになってますね。韓国ルノーもそうですね。もう行ってもしゃあないやんって、自動車の工場のですね、工場で働いている人々の賃金がですね、トヨタよりも高いんですね、現代とかになりますと。で、日本と韓国の物価水準っていうのは、まあ、ほぼ変わらないんで、別にその、べらぼうな賃金を取ってるわけではないんですけども、日本でそういうですね、ブルーカラーの賃金の一番高いところでトヨタという認識があるんで、まあ、それにこう、迫ってるか、それを越しているというわけでして、それはなかなかね、その競争力という面においてはですね、自動車メーカーの経営者の目で見ますとハンディキャップですね。こんなとこ行ってもしゃあないやんということになって、でそこで特別にね、こう日本よりもすごいものができるんやったら話は別ですけど、別に日本よりちょっとずつ劣るものしかできないわけですね、未だに。で、新たな技術開発っていうのもですね、彼らは割と苦手なもんですから、そうするとどんどん逃避していくということになります。それが、安になってしまうと。まあ別にその、直接ね、ウォン安になったからって言ってね、輸出企業はね、潤うんですけども、物価が上がってしまうんですね。日本もそうですけど、円安になると、日本の国内の物価がじわじわと上がっていきます。物価が上がって我々の給料って、私は給料もらってませんけどね、皆さんの給料は上がらないわけですから、もう相対的に貧しくなるっていうのは、自国通貨の下落なわけなんですね。日本もだからそれに苦しんでるわけですよ。でお隣さんもですね、これからそれに苦しみ始めて、ただお隣さんの一番の問題はですね、デフォルトの危機があるということですね。
借金返せなくなるという危機があるわけです。日本政府はなぜかですね、山のように借金抱えてるんですけど日本政府がデフォルトするなんても最近はこう聞かれなくなりました。なぜかというと、その借金の大半はですね、日本人が持ってるからなんです。で大半というか、大半は日本銀行というべきでしょうね。日本銀行が国債を持ってるわけです。その他の国債はですね、各市中銀行が持ってたりする、保険会社とか金融機関が持ったりして、そこに金を提供しているのは我々日本人なわけです。国内で完結してるわけですね。だから日本政府も日本銀行も外貨建ての借金はないんです、基本的には。でところがお隣さん政府はですね、昔25年前に IMF 管理デフォルト直前まで行って IMF に助けてもらった時に、政府はですね、ドル建てで借金すんなというタガをはめられたんですね。タガをはめられて、それまではしてたわけですよ。してて、そのドル建ての借金が払えなくなる寸前まで行って、で IMF に助けてもらって、いやこれ融通してください、これなんとかせえって言って助けてもらったわけですね。でアメリカも日本も助けに行ったわけですけど、その時にドル建てすんなっていうタガをはめたらですね、今度はですね、韓国銀行がですね、ドル建て債を発行し始めたんですね。まあ言ってみりゃ約束を破ってるわけですけど、まあまあまあいつものことですね。ほんでその通貨安定債というのをですね、ドル建てで出してるんですよ。それの残高がですね、そんな大したことないんですよ。日本円にしたらせいぜいですね、まあ2兆円あるかなというぐらいなんですけど、まあそれが順次ですね、こう返済、5年債とか10年債とかで出してるんで、順次その返済期間が来るわけですから、それはもちろんドルでこう利払いをしたりですね、こう、償還ってその全部返すってことですけど、それをしたりしなければいけないんですけども、それがですね、もしかしたらですね、こう行き詰まっていって、ウォンが安くなりすぎるとですね、返せなくなる可能性があると。でもうすぐね、ロシアという国は多分国としてデフォルトをします。いや国として出してるドル建て債の償還ができなくなるとデフォルトというふうに認定されます。あるいは利払いっていうのは最初に16日に来るそうですけど、まあもう16日すぐにデフォルトは認定されないと思いますけど、30日間の余裕があって、早ければ4月の16日にですね、ロシアは国家デフォルトというふうに、デフォルトを認定するのは格付け機関ですね、フィッチとかああいうところですね、が認定してですね、そのデフォルトというふうになるわけですけど、要は倒産ですね、企業で言えば。でもしかしたらお隣さんもですね、こんな調子でですね、ウォンが下がっているということはですね、今年中にですね、デフォルトの危機が来るのかもしれない。まあないと思いますけどね、たかだか2兆円ぐらい、マックス2兆円ぐらいですからね、ないとは思うんですけど、ただね、お隣さんの場合はちょっと心配なのは、統計数字が信用できないということなんですよ。外貨準備が4000億ドルあるっていうのは、それ誰も信用しないですけど、世界中の人間は。その通貨安定債の総額が2兆円ないぐらい、1点何兆円日本円にしてぐらいという、まあ向こうウォンにして13兆ウォンぐらいなんですけど、という数字がほんまなっていうところがあるわけですよ。もうそれが実は違うねんって、50兆ウォンぐらいあんねんとかっていうのは、そんな知らんでそうなんていうことになりますね。まあでも往々にしてそういうことありがちな国なんでね、ありがちな国なんで、まあまあ何かが起こるかもしれないということですね。ほんでこのちょっとこのここ数日のウォンの急落ぶりというのはですね、でまあ円はそんなに下がってないって、むしろちょっとやや円高気味なのに、お隣さんのウォンがですね、まあ急落と言っていいかな、まあまあまあちょっとした下落ですね、守りに守ってた1200はあっという間に突破されて、今とうとう1229.61 で、もうすぐ1230というラインですね。で今日も言いました通り、まず一つの抵抗ラインが、大きな抵抗ラインが1250でして、その次が1300です。で、1300行ってしまうと、もう赤の点滅信号です。やばいで、やばいで、やばいでって。で、1250を超えると、まあ、せいぜい黄色で、まあ、今はまだ青信号ですよ。
青信号ですけど、この勢いを見てるとですね、なんかちょっと怪しいな、怪しいな、なんかあのちゃうのって、僕が知らんことでなんか隠して、お前なんか隠してるやろみたいな、そういうことがあるんちゃうんかなと思えてしまいますね。まあでも所詮はですね、対岸の火事なんでね、こう眺めてて楽しいですから、これね、罪がないですからね、自分の懐が痛むわけではないんでね、お面白い面白いんで、今 1229.84 と来ましたね。これもしかしたら今日中に1230のラインを突破してしまうかもわかりませんね。まあとりあえずいつも見てるこのインベスティングのサイト貼っておきます。この動画を上げる頃にはいってるかもわかりません。はい、どうもありがとうございました。